港町、船着場港町リバープレイスは、大阪市何和区港町一丁目にある多目的複合イベントスペースである。八角形の宇宙船のような形が特徴。本校では、同建物内にある阪神高速道路港町パーキングエリアについても記述する。大阪市の都市構造再編プロジェクト、ルネッサナンバのウォーターフロントゾーンとして、 旧国鉄港町駅の貨物ヤード跡地に開発され、2002年7月16日に開業した。プラザ1、プラザ2、プラザ3の屋外イベントゾーン3カ所と、FM 大阪の社屋、3階から6階を占めるライブハウス、ナンバーハッチ及びオフィスなどで構成されており、音楽、パフォーマンスイベントや展示会に幅広く使用されている。また、 建物の一部を阪神高速道路の港町出入り口と共有しているほか、2階は港町 PA としても利用されている。なお、港町リバープレイスの他の施設と同 PA は接続していない。北側には道頓堀川を航行する遊覧船が使用する港町船着き場があり、また道頓堀川に架か,かる浮き庭橋を渡って南堀港に アクセスできる。南側には、千日前通りを挟んで、JR 南波駅や大阪シティアターミナル及びバスターミナルがあり、地下通路で連絡している。南波ハッチは、本施設の中核施設となる、ライブハウス。当施設の3階から6階までを使用している。名称は、建物の外観が八角形であることが由来で、DJ の谷口清子が命名した。 2002年7月16日17日に開催された大阪シカゴブルースフェスティバルでオープン。ライブハウスとして唯一有料ホール100選に選ばれている。港町パーキングエリア港町パーキングエリアは阪神高速道路15号境線のパーキングエリアである。当施設の一部を共用している。当 PA は15号境線境方面からの 港町出口の出自より分岐して入場し、出場後は1号環状線品の橋方面への港町入り口の入り時に交流する。そのため、東ピ a を利用した場合は港町出口を利用できなくなるので注意が必要である。自動販売機の管理は京阪レストランに委託されている。地下通路からの最寄りの出口番号は 26B である。この記事は 以下のカテゴリでも参照できます港町、パーキングエリアに関するカテゴリ、ありがとうございます。